の得点は 9.625 です。点数上がりましたね。上地外平行棒は篠田。さあ楽しみな演技ですね。そうですね。日本チームは森尾が 9.70、 森が 9.35、 星月 9.50、 そして真田が 9.475。 5人目の演技者です。森尾が得意種目で 9.70 出しますんでね。さあそれに続くか篠田。離れ技は後ろに塚原コーチがいますが、トカチェフ持ちましたね。ここが一番ちょっとね、かなりスケールが大きいもんですから、持ち外すこともあるんですね。そのぐらい素晴らしいんです、この人の、トカチェフ飛び越しは。そしてこれはイエガーですね。イエガー宙返り、はい、やはり最高級難度の D ですね。そうです、これにも加点がついてます。屈伸の後方2回宙返りより、着地もう一つ止まってほしかったですね。ほっとした笑顔が見られましたが、スローはこれは離れ技か。おそらくこれから飛び越しに行くんじゃない。ああ後半ですね。最後のですね。後方屈伸の2回宙返りより、カナダ日本